変換名人ランケーブル製作セットを使ってランケーブルを作ります。製作セットの中身を説明します。テスター、圧着工具、皮むき器、プラグ、ケーブル。圧着工具を使いケーブルを必要な長さにカットします。皮むき器を使いケーブルの皮をむきます。まずはケーブルの5センチほどのところに皮むき器を挟みます。皮むき器を2回ほど回転させます。皮むき器を外しケーブルの皮をむきます。ケーブルをほぐします。図のように並べ替えます。端から 1.5 センチほど残し圧着工具でカットします。プラグにケーブルを挿入します。最後まで挿入してください。圧着工具に挿入してください。強く握り圧着してください。両端同じように加工してください。最後にケーブルテスターで確認をします。すべてのランプが順番に点灯すれば完成です。皆さん上手に作れましたか？